さよう。ハヤトはどこが良い？拙者はですな、こちらもまた後ろの方にございまするジャージー食品殿。ジャージー食品殿、あ、手振っていただいてる店員の方々でござる。あの方がですね、仕事そっちのけで見に行っておられる。サボるな。くまモンの人形焼きを焼いてらっしゃると。くまモンの人形焼き、さようでございます。おお、こちらもですね、先ほど義太夫殿から、おうおう、米の熊本の米は品評が、さよう、熊本の米非常に美味しいので、さようでございます、ね、さようさよう、その米粉を使った、米粉を使っている、生地を焼いていると。生地を焼いている、そりゃ生地だからな、焼くに決まっておるじゃん。最後でございます。ゆえにもっちもちでございまして、もっちもち、それよりもわし義太夫殿が近すぎてすごい気になる。わしももっちもちじゃ。うん、どういうこと？どういうことをわしが聞きたい。違う、人形焼きの話。人形焼きでございまする。自分で言うって、もっちもちの生地の中に、小倉、つぶあん、あずき、チョコレート、カスタード、レアチーズ、レアチーズというものが入ってて、あとはハムエッグ。ハムエッグ、これが一番人気だということでございます。人形焼きなのに。人形焼きなのに。それも違うだ。まあ、よいまあ、よい、おいしそう。じゃあぜひですね、こちら1個200円でございますので。1個200円、はい。ということは2個だと400円。2個だと400円、そりゃそうじゃ。じゃあ3個だったら、3個だと600円。どうしたどうした、なんで3の倍数になった瞬間急に。いや、最近3の倍数聞くとアホになる癖がつきましてね。あ、それ多分変な病気じゃん。だいぶ古いネタをぶっ込んで申し訳ございません。はい、あとで精密検査に行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャージー食品殿であるね。